ケルンは、ドイツ帝国海軍の防護巡洋艦で、コルベルク急小型巡洋艦の一隻、第一次世界大戦のヘルゴラントバイト海戦で、撃沈された。シュバルベ大艦という名称で発注され、キールのゲルマニア造船所にて1908年に寄港。1909年6月5日に浸水し、ケルン市長、マックスバルラフにより命名された。それから偽装が行われ、 1911年6月16日に就役した。就役後ケルンはドイツ艦隊の偵察部隊に属した。ケルンは巡洋戦艦からなる第二偵察軍の前衛となる第一偵察軍に配属された。1911年10月から1913年9月までハンス・センカー・中佐が艦長を務めた。ケルンは レーベレヒト、マース少将の帰還であった。1914年8月に第一次世界大戦が始まると、ケルンや他の巡洋艦はヘリゴラントバイトでの紹介任務に就いた。巡洋艦は水雷停隊に割り振られ、後退で北海への夜間紹介に向かった。ケルンは8月15日に巡洋艦シュトゥットガルト第一を呼び、 第二水雷停隊とともに夜間紹介を実施し、この時は何事もなかった。同時期、イギリス潜水艦がドイツ軍紹介船の偵察を開始していた。8月23日、イギリスの数人の指揮官がレジナルド・ティラット率いるハリッジ部隊の軽巡洋艦と駆逐艦による紹介船への攻撃を提案。それらは潜水艦や デービッド・ビーティのジュニア戦艦に支援されることになっていた。この作戦は承認され、8月28日に実行されることになった。イギリス軍は8月26日、夕刻、まず潜水艦から出撃を開始した。水上部隊の大半は、翌日早くに会場に出た。ハリッジ部隊への支援を増やすため追加された第7。 巡洋艦船隊はその日遅くに出撃した。8月28日朝、ケルンは、ビルヘルムスハーフェンで石炭の補給中であった。同系艦のマインツは、エムス川川口に停泊しいており、アリアドネは、ベーザー川川口にあった。これら3隻の巡洋艦はその日の朝紹介船に、ついていたシュテッティン、フラウエンロープ及びヘラの支援に割り当てられていた。 7時57分、ハリッジ部隊は外縁部のドイツ水雷艇と遭遇。水雷艇は巡洋艦の紹介船の方へと逃走した。続くヘルゴラントバイト海戦でシュテッティンが最初にイギリス軍と交戦し、すぐにフラウェンロープも加わった。戦闘の報告を受け、偵察部隊の指揮官、フランツフォンヒッパー少将はマースに対し、 交戦中の艦の支援を命じた。9時30分、ケルンは出撃した。ケルンは、イギリスの巡洋艦や巡洋戦艦から激しい、砲撃を受けていた、マインツの救援に向かった。13時25分頃、ケルンは損傷したイギリス巡洋艦、アリシューザ及び、複数の駆逐艦と遭遇した。ケルンは、短時間イギリス艦艇と交戦したが、 イギリス巡洋戦艦の出現により中断した。13時37分、ケルンは16点回答を行い巡洋戦艦に対して発砲。イギリス側もケルンに接近するため取りかじを取り、ケルンも逃走のため同様に進路を変えた。ケルンは何発は被弾し、マースが戦死した。13時56分、別のドイツ巡洋艦の出現により、イギリス側の注意がそれ。 ケルンは北へ逃走に成功した。それから約15分後、ケルンは帰島のため南東に進路を変えた。この進路変更のためケルンは再び、イギリス巡洋戦艦の射程内に戻ってしまい、砲撃を受けたケルンは、複数の命中弾を受けた。ケルンでは退艦命令が出され、乗員が甲板上に集まり始めた。超甲板で、乗員たちが海に飛び込む準備をしている間、 機関員は自沈用の爆薬をセットした。14時25分、ケルンは転覆して沈んだ。イギリス軍は生存者を救助せず離れていった。ドイツの船が3日後に捜索したが一人の生存者しか発見できなかった。ケルンの残骸は水中の危険物とならないよう1979年8月に移動された。また一部は引き上げられて、 クックスホフェンシップレックミュージアムに保管されている。ありがとうございます。